はようございます。スリコー TV です。これ、デプスのね、新しいプラグ、これがね、釣り具屋さんに並んでいてですね、運よく買うことができたんですけども、新発売のですね、コリガンマグナム450っていうことで、このね、大きなリップ見てもわかるように、結構深くまで潜っちゃう、そういったですね、クランクベイトが新しく登場したっていうことで、ここに映ってますね、価格はですね1980円ということで、およそね2000円近いんで、まあまあね、高級なプラグなんですけども、早速どんなプラグか開けていきたいと思いますね。裏にはねこういう説明書きがあるんで、あとちょっと見ていこうと思いますけども、コリガンマグナム、よいしょ、はい、出てきました。これね、カラーはね春が近いっていうことで、まあ春にはね赤系の色が効くよなんてね、昔からよく言われているので、こんな感じのね、ちょっと赤の入った黒系のカラー、これを選んでみました。この他にもね、チャート系のカラーとかね、4種類ぐらいね選べたんですけども、こういう感じのちょっとね春っぽいカラーって言ったらいいのかな、こんな感じのを選んでみました。そんでね、特徴的なのがこの、横から映ってるんで、薄くてワイドでスクエアな感じのこのリップ、これ独特ですよね。ね、これで結構まあ浮き姿勢がどうなのかって感じですけど、前傾姿勢になったとしたら、ここのね広いリップからここら辺のボディまでを使って結構急旋行してくれるんじゃないかなってね。このリップね結構特徴的だなってね、お店で見た時はそんなに感じなかったんですけど、こうやってカメラで横にするとこの薄さね、こんな薄かったんだと思って、なかなかね450とかね、そういう表記の、まあ、他のメーカーでも深くまで潜るようなんていうクランクベイトは、リップが大きくて、そんでね、壊れづらいようにちょっと厚手で、なんていう感じのが多いかななんて印象なんですけども、この薄さはね、どんな使い心地なのか、早くね、ちょっと釣り場で試してみたいですよね。で、あとは気になるのがね、ここね、ここ。このポッコシが1,2,3,4 ってね、ここねカラーによって非常に見やすかったりするんですけど、これちょっと色に紛れちゃって見づらいんですが、ここにこういうね、なんていうんですかね、ポッコシがついてるんですよね。まあ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 、コリガンシリーズの特徴っていった感じかもしれないんですけども、はい、で、フックがねこんな感じね、これね、フッ素加工っていう感じではないと思うんですけど、なんかめちゃくちゃ刺さりの良さそうな、フックがついていて、で、結構大きめですよね。ビッグバスが来ても安心っていった感じの、こういうね、イカチーフックがついていて。じゃあね、これ裏にね、結構こう説明書きが書いてあるんで、これどんな感じかちょっと見ていきたいと思います。突き進む水流攪拌クランク。ボディ側面に設けられた4つのリブが水流抵抗を受けることによって、ボディ振り幅をタイトに抑制しながらも直進性を高めるとともに、強く水に絡む独自の攪拌作用でワイドアクションを上回るアピール力を備えたコリガンマグナムは、線で探るリップラップやハードボトム反布、点で探る縦伸びウィードや立ち木から効率よくビッグバスを取るために開発されたシステムクランクです。明らかに効いているとしか思えないボディ側面のリブから発生する水流攪拌作用がビッグバスを引き寄せるだけでなく、障害物回避能力を高めた薄型スケアリップと、高浮力ボディはストラクチャーにコンタクトをしても即座に立ち直す、優れたレスポンスをもたらし、根掛かりなど無駄なトラブルを低減することでより多くのバイトチャンスを導きますっていうのがね、この、裏にこうやって書いてあるんですけども、はい、まあこのリブですね、
これがなんかいろいろいい効果を生み出して、でなんだろう、障害物とか回避能力が非常に高いよっていうようなことがね、書いてありますね。あの先日あのデプスのね、動画でこの奥村社長がコリガンマグナム450の説明をされているのを見ると、まあ琵琶湖で、結構使うテストなんかが重ねられているなんていうような印象を受けたんですけども、関東で使うとなると、まああそこやあそこっていくつか、思い当たるんですが、まずはね春先の霞水系ね、結構ね毎年ねこういうワイドなリップのクランクベイトでね、主にね、まあ、TD クランクとかなんですけども、ゴルタバをこうガコ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 当てていって、それでもってね、そこ付近にいる結構釣れるとね、腹ボテのいいやつが釣れるんですけども、そんなのを狙う時にまず使いたいなっていうのと、ですね、この急潜航して、深くまで潜るクランクベイト、これをまあショートピッチでリザーバーなんかでこうバンクに投げていって、でそんでもってね、立ち木をこの幅広のリップでボイーンとね避けながらその立ち木とかについているデカバスに、バイトさせるっていうね、こういう釣りでも使ってみたいなーなんて思ってね、それでね、あそこやあそこいくつか使いたいところがあるぞーなんて思って買ってみたんですけども、果たしてねどんな感じになるかね、結構ね、まあ450っていうからビッグボディなのかななんて思いきやですね、手に持ってみるとそこまでね、そこまで大きくない感じね、うん、こんな感じのサイズ感わかるかな。例えばイボーグのあの 4.0 なんかに比べると非常にね、なんていうか使いやすいというか、まあクランクベイトってこんぐらいの大きさだよねっていう、ところに収まっているサイズ感じゃないかななんていうふうに思うので、早速ね、まあちょっと寒い時期ですけども、まあ3月ぐらいに入ったらね、積極投入していこうかななんていうふうに、考えております。じゃあね、ちょっと重さの方もね、測っておきたいと思います。はい。重さはですね 19.6g って出ました。ちょっとね 20g を切るぐらいのそういった感じのね重さですね。これはね重さも相まって、バヒューンと飛びそうだなーなんていう感じで、でまあこういうね幅広のリップなんで、ローギアのリールにくっつけて、でグラスコンポジットの竿でね遠くに遠くに飛ばして、それでグリグリ巻いてこようかななんていう風に今のところは考えております。何にしてもねこのリップね、いろいろ避けつつバスは、吸い込んでくれそうっていうね、期待が膨らみますね。そんな、このね本当なんかちょっとリップの感じが新しい、結構、この色ね、なんだろう、釣り具屋さんで見た時地味な感じのカラーかなーなんて思ったんですけど、こうやってなんかカメラ越しに見てみるとなんともこの目の感じとかね、なんだろう、不気味な感じというか釣れそうな感じじゃないですか。はい、というわけでね、今日はまあ開封してみたよっていうことなんですけども、実況動画の方でもですね、引き続きこれでねなんか春先のビッグなマス、釣れないか狙っていってみたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスからですね新しく出たクランクベイトコリガンマグナムの450、これを一つ買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。